どうも皆さん、おはこんばんにちは。アルナ館長です。よろしくお願いします。今回はですね、えー、っと、こいつをね、ちょっとね、パッチテストみたいな感じでね、やっていきたいと思います。えー、っとですね、まだね、除毛が、えー、完全には済んでません。えっと、完全にというのはですね、一応ボディシェーバーであらかた撮ってはみたんですけど、これ私の話です。まあ、ここら辺とかにね、ごめんなさい。ちょっと、お食事中の方とか申し訳ないんですけど、こことかに若干毛が残ってますと。なんで、えっと、 ジョモクリームでねリムーバーで、えー、と取りますとこれはちょっと後でや,やります、はい、ちなみに H メンズ使います、はい、なんですけどもえー、っとちょっとねここら辺とかにねパッチテストここら辺の指毛とかはねそんなに生えてないしあと定期的にやってるんでえっとちょっとねここら辺を、えー、パチッと当ててみたいなと思いますはいじゃあまずはね電源刺していきましょう いやー、こんなね、製品を買うとは思わなかったよ、自分の中でもね。はい、接続しました。こんな感じでね。で、えー、っとですね、電源を入れるには、えー、っと、ここの電源ボタンを3秒押すそうです。1、2、3。ピッとなりましたね。はい、こんな感じで変わります。で、えー、っと、肌けん、えー、っとね、肌検知ランプが点滅している状態で、 えー、垂直に押し当てると。なるほど。えー、よくわからん。えー、っとここの状況でレベルモードで1。1でちょっとやってみます。いきます。あダメだ。 ど,どっかにちょっとやってみようここら辺ちょっとやってみます熱っ <laughs> 熱っ <laughs> あでもそんなにいけるかも普通にいや熱くないななんかねちょっとなんだろうねぬるま湯をぶっかけたぐらいなんかいきなりちょっとびっくりしたけどそんなにだね これレベル上げてもいけるんじゃないかちょっとねフラッシュな,になってますけど許してねここら辺とかどうだろういってみよう熱いぐらいだねこれでどうだろうあー大丈夫いけるねいけるちょっとね焦げた匂いがするけどいけるわ いけますねでちなみにこれスピードってやるといきますよずらしてみたいな感じなのができるっていうやつですねなるほど思ってたより痛くない痛くない全然痛くないはいっていうような感じで使えるやつですちなみにここはファンが回っていてですね、えー、常に放熱してます はい、っていうところですねでもう一回電源を31回押すだけでいいのかな一応多分冷却が終わるまではこのまんまなんでしょうねあーなんかね痛くない全然痛くない全然痛くないなんか熱さだけがくる感じですね痛くはない熱さだけがくる感じ本当にあーでもこれひげとかにやったら絶対痛いんだろうな それはわかる、はい今冷まし中です冷めたら多分これでね自動的に切れる感じですちなみに多分ね冷めるまでは電源抜かない方がいいと思いますはいはいおすすめ出力レベルこれ肌,けん肌検知とかちょっとやってみようぜもう一回やるじゃん肌検知 レベル3がおすすめだって <laughs>。なんだよ。なんでだよ。なんでレベル3なんだよ。レベル5でいいじゃん。あ、レベル4までいった。じゃあ、例えば。肌が白くないからね。じ、あ、ごめんなさい。ジグロだからね。じゃ、こことかどうなんだろう。これもレベル4。だからレベル5まではいかないんだよ。もうレベル5で全部やります。はい。 一回切って、って感じですね。あ、でもこれ結構いいぞ。いい、いい、いい。結構ね、使いやすいぞ、これ。いや、7万するだけあるわ、これ。ということでね、ちょっと、えー、っと、これからですね、ちょっと足の方とか、ちゃんとね、腕も全身剃って、ちょっと剃ってっていうか、リムーブして、ちょっとね、このボディケア、ちょっとやっていきたいと思うので、 えー、ちょっとね、よろしくお願いします。はい。いや、これ、いい買い物をしたかもしれない。ちなみに、若干ね、こう、え <laughs> っと、鬼のような <laughs> 血を流しました。えぇ、ー、浪費が止まりません。はい。これで、これで、あのー、ね、毛の薄い、もう腕はね、もともと毛が薄いんだけど、足の方ね、ちょっと若干濃いので、ちょっとね、そこら辺も込みで、えー、除毛して、除毛して、えー、脱毛して、 いい体をね、作っていきたいなと思います。いやー。これで7万だぜ。7万2000。みんな買う <laughs> みんな買うあ、ちょっと待ってくださいね。なんか。あ、あの、普通に電話でした。はい。っていうところでですね、ちょっと、この、この夏をですね、えー、過ごしていきたいんや。 俺は、俺は過ごしていきたいんや。な。もう夏すぎたけどな。ちなみに、多分これを見てる <laughs>、ちなみにだけど、この、多分ガゼちゃんを見てる視聴者諸君は、ほぼ男性、しかも3、40代ぐらい、50代ぐらいも多いんだけど、多いんですよ。ね。なので、あの、まだまだね、おっさんでも、やっぱ縄文しないとダメよ。脱文しないとダメ。ね。でもさ、 あの、サロンに行く時間なんてね、ましてや医療だともなんて高くていけねえよ、みたいな感じな人、ね。この、若いね、僕と一緒に戦おう。戦いましょう。ね。はい。もう、ただ、戦えば、まだまだね、奥さんだけるよ。ね。奥さんがいねえ、彼女もいねえね。3、40代の人でもさ、やれるから。ね。ということで、次、行ってみよう。よろしくお願いします。